よいしょ。どうもノリコトです。本日スケボービートの伊藤さんとスケボーです。第7回かな。今回やっとプロテクターが届いたんで、ちょっとね攻められるかなと思います。行ってきます。今回僕プロテクター買ったんで。お、来たんすか。ついに攻められます。攻めていこうと思います。今日はついにようやく本腰入れて、はい、練習始まるわけ。大丈夫、行きましょう。わかりました。なんか内藤さんの水分購入量が半端ないんだよ。何リットル飲むのかな人。1リッター、2リッター。違う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 、これアクエリアスやと思って。いや、なんで間違えるのこれ。いやほら、形だけやけど形は同じやけどさ、怖いわ。色全然違う。色味がもうこういう色彩感覚してる。やばいな。よし、到着ですけど、また場所が変わって高速した。すんごい天気が悪くてね、もう雷がすごいんで、ちょっと天井があるところでやろうということで、今回はまた高速下になりました。確かにいいかも、チュルチュルで。なんかあれはもう何があっても大丈夫でしょ。これプロテクター、もうこれでね、怖いもんなし。めっちゃすごいやん。よし、膝、手首、肘、よいしょ。あー、勝負かなこれ。これはここ叫び声も反響するわ。動きながらのオーリー練習。止まってもできんねんけどね。ついに内藤さんが釣りのために持ってきたかと思ったら、猪木棒を飛び越え抜いて、これ飛び越えのね、オーリー。お、うわっ、はい、今日は嵐の予感だ。本当に雨降ってきちゃった。結構風で吹きつけてくるね、ここまで。天井あるけど、俺もうこの竹のところで想定しとる。ほぼ入ってないんですけど、感覚がだから竹想定だったから。今なんかロケット頭突きみたいな伊藤さんの頭が急に飛び出してきたけど、絵的には。これも予想しなかったことだから。確かに予想してなかった。ある意味裏切らんけど。内藤式の高コンボのオーリー練習。肩痛い。内藤さん、今のちょっとついて肩痛い。手からいっちゃったから。ちょっと一回見てみるわ。うわ、裏向きになってますよ。こんな反対で撮る。
伸びた。あ、わかるわ。でさ、プロテクターあっても怪我はするんやろ、マジで。やっぱりちょっともうちょっと行ってみようと思うとこれや。もうちょっとだけ行こうと思うと。いたー。どこ？付け根。今手とかねないの。だってもう手怪我するとかないの。これプロテクターあるから怪我しないわけじゃなくて、プロテクターないとこ痛めるね。やっぱりもう早速肩と足が付け根。痛いわこれ。いつになく今回気合入っとんねん。ブラウンってこう言ってこうやな。急げよお父さん。おー、気合入っとる。今回いつになく気合入っとる。ちょっとえ、これはどういう収まりや。空回りしたい。今の空回りか。だってや、内藤さんがついにオーリー竹越え。内藤さん竹越え。やっぱこれの練習、これの練習しとかんと、オーリーの竹越えの前に悪いよ。おお、頼むわ。はあ、惜しいね。プロテクター様様、本当にプロテクターあった方がいい。絶対、特にね、年配からのスケボーはプロテクター必須。なかったらもうこんなの、もうなかったら肘多分俺手術だろうな。これ手術だと思いたいな。ちょっとこれ今日ちょっとやっただけでこれだけの擦り傷がまだだってことやからね。このプロテクターの傷、これは本当に大事だわ。7回目にしてね、だん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 と体がちょっとずつちょっとずつ復活してきているのを感じます。だいぶ死んでた体が徐々にリハビリを兼ねてね、動き出してきてるなという。嬉しいです。やっぱりこれはこのまま続ければね、もうちょっといけるようになりそうな気がします。ふぅ、終わりますか。お疲れ様でした。まさかスケボーで杖をつく人が折れたわって。膝悪いのに。いやー、プロテクターは良かった本当に。あ、今日もいい練習ができました。帰ります。今日の練習もしっかりできました。綺麗やん、なんかこのアレクス邪魔だな。お、取れた取れた。なんかちょっとだけね、板に慣れてくる感じがありました。今日は板つきが良くなったね。なんかよいしょ。あとはもうプロテクターがあったから攻める気がすごいして、怪我を恐れず、怪我を恐れて、怪我を恐れず練習できるんで、入った瞬間感動った。怪我を恐れずできるんでね、いいなと思います。良かったですね、後藤さん、はい、だいぶ守られた、だいぶ守れ回した。帰りましょう。お疲れ様でした。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。